皆さんこんにちは、ペソでございます。覇王伝101回目やっていきたいと思います。前回ここね、痛み城を取りまして、まあ戸川さんで、こちらにおさふねさんね、やっぱりおさふねさんでしたよね。あの、なんでおさふねさんっていうのかなと思ってたんですけどね、刀名刀でですね、あの備前おさふねってありますよね。でそれがあったんで、多分おさふねって読むんじゃないかなと思ってたら、やっぱりそうでしたね、おさふね定近さんでしたね。はい、ということで、まあちょっと名前の読み間違いはね、ツッコミいただければ大変ありがたいんでね、ちょっと広く浅く学習してたもんですからね、勘弁していただきたい部分あるんですけど、ここね、ちょっと10月なるまではね、兵今ね雇おうとすると結構高いんですよ。13でしょ。なので今動けないから、とりあえずここはパス。北尾ね、あ、そっかそっか、この2人か。影武さんとね、この2人、義継さん呼んじゃいましょう。8月の戦いいけるでしょう。畜生も何もいらないよと。小谷城に呼んで、しばらくはね、内政官としてここでちょっと活躍してもらおうと思ってるんですけどね。なんなら城主でもええぐらいなんですけどね。で、ちょっとここね、赤尾先生にお任せして、信金さんも呼んどこか。はい、もう何もいらないよと。はい、でまた秋口になればね、お金残しといて、ここもお金結構たまりあるんでね、お金残しといて、で軍馬と鉄砲だけ持って金ヶ崎城行きましょうか。ちなみに今は、そんな動ける状態じゃないんでね、ましょう。移動で、ここでちょっとね、勝家さんとあれで、久喜さんでにらみかけときましょう。はい、行きまーす。で、国主は信金さんにしときましょう。はい、で今誰も動けなくなっちゃったんで生還。あ、池田さんのところね。ここ、ああ、そっか、こっちに今、順番回ってきてないから、見れないんですよね。今月動ける人はいない。飛ばしましょう。で、ここもまた、10月なれば、雇いが入るんで、まあ200にはしたいところですよね。ちなみに、そういうことか、100にしないとダメなんだね、多分。希望を上げようと思うと。はい。そうか、
かそうか、ここ今誰もいなくて。そうね、伏瀬さんをここの城主に持っていきましょうか。まず移動ね。いや、もう何もいらないんで、はい、よいしょ。で、呼び寄せます。マガラさんね。ここからね、移動はできるんですけど、呼び寄せができないんで、で、ここで今この3人になったので、とりあえずちょっと、また気合い溜まってから、ここの国をね、上げていきたいと思います。はい、で、見れなくなっちゃってるんで、道山さんで調略ですね。まあ、相変わらず秋山さん、内藤さんのコンビ。秋山さんが意外と68なんですよね。まあ、大体70、オール70のね、使いやすい人なんですけどね。こっちは、石川和正さんね。采配がね、まあ、やっぱ朝比奈さんと2人か。ここ261。ここ見れるかな、道山さん。あ、ちょっと自信なさげ。あー、邪魔された。いってらっしゃい。よし、星名さんか。あー、木曽義康さんで姫野さんね。最近タッグ組んでるんじゃないかな。ここでのバチバチがなくなりましたからね。天野さん、岡部さんあたりにちょっと攻め。岡部さんいいね、73あるからね。先頭は61ですけどね。で、まあ政治も52あるんで、まあ、仕掛ける分には問題ないよね。で、若いしね。111だから、まあ、こっから池田さんの軍で攻めてって、ここね、まあ、訓練度も申し分ないんで、どっちかに来てもらって、そうね。ただちょっと攻められた時のこと考えてね、森重さん残しといたんですけどね。まあ、ここは大丈夫か。で、あと動けるのは長政さんか。商業値が低い。ああ、大変ここ。さんが動けるので訓練56しか上がんないんですよね、この戦闘力だと。あ、意外と上がったな。まあ、とりあえず仕上げたいですね。はい、存じております。ね、早くやりたいんだけど本国回ってこないんですよね。
月動ける人いないんで、そうね、三橋さんちょっとここにしよっか。神田も高いんでね。よし。はい。さあ本国回ってこい。あ、来た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 。ニッチもサッチも行かないんで、とりあえず先にやりましょう。はい、まず丹波の国ですね。はい、そういうことですね。はい、三好さん、おお、23ね。かしこまりました。23行きましょう。いや、あー、まあいいか。はい、これぐらいかな。で、摂津ね、岡さん、あー、摂津でもいいんだけど、岡さんは天風でキーにしましょう。はい、で数をですね、20ぐらいときましょう。はい、河内泉ね、和田さんね。はい、和田さんも、20いときましょうか。ヤマト、ヤマト、あ、そうか、藤高さんヤマトにしてたんで、とりあえず藤高さんね。やー、15でいいの？いや、20いっとこうよ。はい、北近江、左近さんか。左近さん、あー、ここね、報奨金になっちゃうから、若さはかわいそうやな。泉にしとこうか。はい、で20いきましょう。南近江ね、吉明さんぐらいか。うん、これは5でいいかな。6言ってるけど、これから頑張ってもらわないといけないんでね。伊勢志摩、そうか、成政さんか。成政さんね、前線の方に、
まあいいか。まあギリギリでいきましょう。はい。安倍さん。これもギリギリでいいかな。秀吉さんは添付します。添付して、説うん、で読んでいい。で説がどないなった。あーまあいいか。とりあえずもう72しかない秀吉さんでまあ仕方ないね。あと伊賀ね。はい、ガモさんね、6言ってましたね。まあそれぐらいかな。はい、地前ね。あ、そうですね、真田さん、加藤さんね、23言ってましたね。あっぱれ。サンデーモーニングみたいですけどねあっぱれって言われる。17ね、加藤さん。あ、越前やっぱり土地がたくさんありますね。あ、二人ね。うん。はい、平手さんね。平手さん。南近江に持ってこようか。5だけ開けときましょう。はい。信行さん、あー、そっか、今いるとこにね、変えときたいね。美濃ね。終了させていただきたいと思います。ちなみにね、まだちょっと足利は攻めません。で、あとね、林さんとかにやってもらう内政はちょっと次回に持ち越したいと思います。それでは覇王伝101回目ですね、今回はここまでです。ありがとうございました。さよなら。